こんにちは、プリでーす。今日は自分が体験した車事件、ちょっとご報告したいと思います。昔青のマーチを乗ってた時、パチンコ屋の駐車場に止めて高飛びしたんですよ。その時に1週間後かな、帰ったらドアノブが木っ端みじんに壊されてました。それで寒い時にトランクルームから乗って、それで中に入った時ありますね。あの時は、誰が壊したのか分かんないんですけど、張り紙も貼ってなくてかなりひるみました。どっから乗ればいいのか、鍵持ってたんでトランクから入ったんだけど厳しかったね。泣きました。まずはこの両方鍵ぶっ壊されて、ドアノブぶっ壊されて、他のところはなんともなかったんですけど、まあ寒いのやら何やら、ちょっと泣けましたね。あの時の辛い思い、二度としたくないんで、みんな、遠出する時は、ちゃんと、パチンコ屋の中に、中とか、スーパーとかに置いてったら、張り紙とか壊されたりするんで気をつけてください。もっとシャレなんないです。よく壊すなと思って、自分も悪いですけど、まあ相手もね、変人ですわ。それでは青のマーチトーク終わります。いや今笑ってるけどね、ほんときつかったんですよ。ほんと、涙ものですよ。びっくりしました。あと自分が悪いんですけどね、知り合いから犬を借りまして、犬をパチンコやってる時にトランクに乗せたままパチンコしてたんですよ。そして他の友達来て、お前の車から犬の鳴き声するぞっていう話からちょっとバレてしまいまして、その後開けたら、怯えてましたわ。本当あの時は自分も、やってしまったなって思うんですけどね、犬猫ペット大好き人間はしないと思うんで、自分もあれから反省してます。じゃあ、動物は大切にしましょう。自分が言うなよって感じですけど、まあ反省。ではこれで青マーチのトーク終わります。チャンネル登録、グッドボタンよろしく。